い、皆さんこんにちは、しのたんです。はい、今回はですね、最近ジェルネイル、セルフジェルネイルを始めまして、今もねこんな感じで、まあワンカラーなんですけど、今はやっていまして、始めたんですよ。でちょっとそろそろ変えようかなっていうタイミングなので、せっかくだったらちょっと YouTube 撮りながらやってみようかなと思って、今日はセルフジェルネイル動画を撮っていこうと思います。よかったらぜひ最後までご覧ください。ではレッツゴー。はい、ではオフからやっていきたいと思います。言っても私本当に度初心者なので、なんか多分すごい無謀のやり方とか間違ったやり方でやっちゃってるかもしれないんですけど、そこはちょっとまあご了承ください。私ずっとあのマニキュア派、ポリッシュ派だったんですけど、なんでジルをやろうと思ったかっていうと、ネイル自体はそもそも好きではあるし、今まではなんかワンカラーでいいやって思ってたから、マニキュアでも満足できるというかいいなと思ってたんですけど、やっぱまあ仕上がり的にはさ、そこジルの方が綺麗だったりとか、持ちもマニキュアよりは持ってくれるなっていうので、コメントとかでもヤシナタン絶対セルフジェルネイルハマるよみたいな、やったらいいのにっていう風に言ってくれた方もいたんですけど、いやでもな、めんどくさいしなとか思ってて、でそんな別に器用でもないしマニキュアでいいやと思ってたんですけど、最近やりたい柄っていうかがあって出てきて、サロン行くのもいいけど、なんかまあめんどくさいしっていうか、自分でできればすごいいいなと思ったんですよ。そんな別に超難しいネイルとかっていうわけではないから、なんか自分でできるんだったらやってみてもいいなと思ってて、やっぱジェルネイルするならこう器具っていうかが必要じゃないですか。そうだから調べてたんですよ、どのぐらいするのかなと思って。値段とか調べてたら、一回サロン行く分ぐらいで器具とかもセットになってみたいなのがあったから、え、じゃあちょっとやってみようかなと思って、そこで買ってやり始めたんですけど、結構やり始めるとまだ全然そんなね、本当にこのネイルも2回目とかなんですよ。だから全然マジで始めたばっかりの初心者だけど、意外と楽しいなと思って、とりあえずはまあワンカラーで練習して、でだんだんなんかデザインとかもやってみようかなと思い始めて、今日はだから初めてのセルフジェルネイル、デザインありみたいなデザインあり、初めてのセルフジェルネイルやってみた動画です。だからもう本当に仕上がりはマジで想像がつかない、めちゃくちゃ下手かもしれないし、意外と上手くないってなるかもしれないし、わかんないですが、それは頑張ってやっていこうと思います。はい、とりあえず今こんな感じで一応取れました、表面のネイルが。でこっから甘皮処理をちょっとやっていこうかなと思います。でもこれも本当私は見よう見まねでしかないので、うまくできるか分かりませんが、温かい目でどうかご覧ください。親指ってこんなに爪あったっけ。まあ、ネイルしてなくても甘皮処理だけはやった方がいいとは分かっていつつも、めんどくさくって今まで全然できていなかったので、改めてこうやってやってみると爪ってこんなに大きかったっけってなる。なんか自分でやるのってめっちゃ難しくないですか。どこまでやったらいいんだろうっていう加減が分からなくて、やりすぎてないかな。でも最近そのセルフジェルをやり始めたので、ショート動画とかで回ってくると見ちゃうんですよ。ですごいみんな糸も簡単にさやってるから、なんか自分でもできそうとか思っちゃうけど、実際やってみると難しい。練習あるのみですね。セルフジェルネイルってどのぐらいの頻度でやるんだろうな。やっぱお店でやってもらうよりも持ちとかはあんまり良くない気がするから、3週間に1回とか変えるのかな。これで切っていきます。切りすぎちゃいそうで怖いんだよね。
ということで、今甘皮処理がこんな感じでできたので、次形を整えていこうと思うんですけど、今回はスクエアっぽい感じにしたいなっていう風に思っているので、削って形を整えていこうと思います。ほんとなんか自分でやって改めて思うんですけど、ネイリストさんってすごいなってマジで思う。一日に何人もの方のネイルをやるってことじゃないですか。集中力というか本当にすごい、尊敬する。もともと爪がそんなに今長くないから、ちょっと理想とは違う感じの形になってきてるこんな感じ、もうちょっと長かったらよかったかも。ということで、こんな感じで一応できました。ちょっと爪が想像以上に短かったので、あんまり理想的な形ではないかもしれないですが、とりあえずまあスクエアにできたので、次は表面を削っていきたいと思います。やっぱここがねすごい重要っぽいんですよね。まあ、つけすぎも良くないけど、しっかりと表面に傷をつけていかないと取れやすいみたいなことをよく聞くので、しっかりとこの隅の方とかもちょっと傷をつけていきます。ちなみにここまで多分2時間半ぐらいかな、かってる気がします大変だ。まあ、でもここからはねデザインになるので割と楽しみ。ということで、こんな感じで今準備が完了いたしましたので、今からデザインをやっていきたいなと思うんですけど、今回のやりたいデザインがこちらなんですけど、フレンチとドットの組み合わせがすごい可愛いなと思って、でこの色合いもすごい可愛いから、これもちょっと参考にしつつやっていこうかなって思ってます。で、あともう一つやりたいネイルがあって、これなんですけど、アイラブミーっていう、これがすごい可愛くて気に入ったので、これは1本だけ左手の親指にやろうかなって思ってます。パーツも似たようなのを持っていたので、ちょうどハロウィンの時に使えるかなと思って買ったものの、意外と大きくて使えてなかったハートのパーツがあるので、これでやっていこうと思います。とりあえずじゃあまずはベースジェルから塗っていきます。全体的に塗れたら一旦仮硬化します。30秒ぐらい。まさか私自分でこんなジェルネイルやるとは思わなかった絶対自分には向いてないって思ってたから。マニキュアもさ、すごい塗るの最初めちゃくちゃ下手くそで、超イライラしながら塗ってたんですよ。そう、でもだいぶマニキュアは慣れたっていうか、それこそ頻繁に変えたりするからだいぶ慣れてはいたんですけど、それでもさ、やっぱ一色塗るだけでもすごい大変だから、こんなデザインとかやりたいの見つけてきて自分でやるとは思わなかったな。でも基本的に私はネイルは短い方が好きなんですよ。長いのも見栄え的にはすごく可愛いなって思うんですけど、やっぱ生活する上でいろいろ不便が多いじゃないですか。特に私とかパソコンをいじるからってなると、短い方がタイピングしやすくて全然効率も変わってくるから、基本的には短いのが好きです。うまくできるかな今回のネイル。でもやっぱジェルのいいところはあれですよね、すぐ固まってくれるから、その後の生活がすぐできるっていうのがすごいありがたい。やっぱり今までマニキュアだったから寝る前とかにやってたけど、寝る前にやったら寝る前にやったで、こう布団の跡がついたりとかするんですよね。それが結構やっぱストレスっていうか、せっかくやったのにっていう、次の日起きたらすごいなんかぐちゃぐちゃになってるみたいなとかもあったから、それがやっぱり辛かったけど、ジェルはすぐ固まってくれるから、そこのストレスもちょっと減ったかな。もう最近ほんとマニキュア優秀ですけどね。なんかほんとにすぐ乾くやつはすぐ乾くし、全然落ちないものもあるし、私は個人的に気に入ってるのは塗りやすさで言うとザラのマニキュアがすごい好きで、でも持ちとかっていう面でいくとやっぱシャネルだったりとか、一回タイアップ、 YouTube でもタイアップさせていただいた韓国のあのブランドのフィンガースーツっていう、まあ、ネイルチップとかが結構まあ有名なブランドなんですけど、そこからマニキュアも出て、それも前送っていただいて使ってたんですけど、それもすごい良かったです。乾きも早いし、崩れにくいし、発色もいいし、取れにくいし、で結構そのマニキュアはおすすめかな。でベース終わったら次スキンカラーというか
ナチュラルなヌーディーなカラーをとりあえず全部に塗っていこうかなっていう風に思っていて、私がね買ったこのネイルキットというかに結構いろいろついてきて、ブラシもついてきたし、カラージェルも何個かついてきたりとかして、そこにベースジェルだったりトップジェルだったりとかいろいろあったんですけど、ここについてきたこのヌーディーベージュっていうカラーをちょっと塗っていこうかなと思います。ただこれ使うの初めてで色味がわからないんですけど、こんな感じのカラーでまあまあいいと思うんだけど、一回塗ってみます。こんな感じのカラー割といいかもしれない。とりあえず全部に塗っていきます。1回だとさすがに薄いかなと思うので2度塗りしていきます。ということで両手こんな感じでとりあえずベースのカラーを塗り終えました。で今回フレンチネイルをやっていくんですけど、シールを買ってみたんですよ。はみ出さずに塗れるっていう。とりあえずトップジェルを先に塗ってから貼るので、 I love me のところ以外、左手の親指以外をトップジェル塗って硬化してやっていこうと思います。フレンチ自体やるのも初めてだし、このシール使うのも初めてだからうまくできるかな、わかんないけど、なんか多分本当はっていうかフレンチ筆みたいなやつもあるっぽいんですけど、私は全然まだそんなに本格的にやり始めたわけではなく、その筆とか持ってないから、とりあえずこのシールでやってみようかなと思って、もしできなかったらちょっと筆で頑張ります。これで60秒かな、とりあえず硬化していきます。てかやっぱりこのベースカラー結構やっぱヌーディーなカラーなので、すごいね近くで見るとムラだったりとかがすごくて、あんまり気に入ってはないかも。すでにあんまり気に入ってないけど、セリフだしこんなもんでしょっていうことで諦めます。時には諦めも大事。てか今オリンピックやってるじゃないですか。で昨日男子バレーの2回戦目だったんですよ。対アルゼンチンの試合で、もうね最高すぎて、その試合が一人で鑑賞してたんですけど、叫びまくって若干声が枯れるっていう、もう決勝かのように叫びまくってマジで最高だったな。今の男子バレーが本当もう強すぎて意味わかんないんですよね。なんか笑うしかないもはや。ちなみに私の推しは西田なんですけど、昨日の試合もマジ覚醒してて、初っ端からもうサービスエースも多分1試合で4本ぐらい4、5本ぐらい取ってたし、スパイクもえげつないし、テクニックもすごいし、あとサウスポーなんですよね。サウスポーってなんであんなかっこよく見えるんだろう。やっぱ自分が右利きだっていうのプラス珍しいからかな、左利きっていうのが倍と言っていいぐらいかっこよく見えるかも。本当にすごい。なんか同い年とか年下とかも全然もういるし、日本を背負ってさ活躍してんだから本当かっこいいですよね。よし、じゃあとりあえずトップジェル塗れたので今からフレンチやってみたいと思います。ちなみにカラバリというかもうすでに考えているんですけど、先に小指とかからやろうかな。しっかり貼らないとはみ出しちゃいそう簡単に。フレンチの深さなんだよね。どのぐらいにしよう。結構いっちゃってもいいかな。今そんなに爪が長くないから割と深めにいっちゃっても可愛いかもしれない。このぐらいとかどうです？いいよね多分こんぐらいいっちゃっても。半分まではいかないけど塗ってみたいと思います。ここはちょっと白を塗っていきます。見せながら塗るのがちょっと難しいかも。こんな感じでいいのかな。ちょっとこれで剥がしてみます。なんか液がちょっと多かったかも。滲んじゃってるな。これは筆で修正するしかないよね。
こんな感じになりました。どうですか。まあでもまあまあいい感じな気がする。ちょっとまあよーく見ると汚いけど、ご愛嬌かなっていうぐらいにはいいんじゃないかなという気がします。このままちょっと残りの、8本かなやっていきます。はい、ということで今こんな感じでやっとフレンチが終わりました。うー、大変だった。めちゃくちゃ大変だったし、まあ、すごくボロボロではあるんですけれども、まあ、でも頑張ったので愛着はありますで、こっからドットをね今からつけていくんですけど、ドットはなんかこういうドットペンというか的なやつを買ったので、これでやっていきたいと思います。ちょんって乗せるだけでいけると思っているんですが、そんな簡単にはいかないかしら。また小指からやっていこうかな。ジェルってさ、ほんと手につくとベトベトになるから、それが本当に嫌だ。嫌だポイント、茶色が欲しいんですけど、この茶色が結構明るいから色を作っていきます。何色を重ねたらいいんだろう。一体普通に黒を足せばいいのかな。黒とオレンジとか。ちなみにジェルはこれはキャンドゥでゲットしました。ついてきたジェルだけだとちょっと物足りなかったので、キャンドゥで仕入れてきました。気づいたらもう夕方になってました恐ろしい。本当に茶色ってオレンジと黒だけでいいのかな。真ん中からやっていこうか。真ん中の一列からん。あ、これは結構フレンチよりは簡単そう。簡単にできそうな予感。いいね。ちょっと色は想像と違いましたか色は想像と違ったけれども、まあまあまあ、ちょっとこまめに硬化していかないと不安、ぐやってなっちゃいそう。でなんかこれよく見るとね、下のドットがちょっとちっちゃくなってってるんですよね。それもそれで可愛いんだよな。ドット楽しい。めちゃくちゃいい感じですよ。ちょっとちょっと、わ、上がる。これはなんて可愛すぎるかもしれない。ニヤニヤが止まらない。なんかある程度やっぱぐちゃぐちゃでも上からドットを最終的に加えるので、なんかいい感じかも。どうですか。え、いい感じじゃない。結構これでちょっとちっちゃい丸もつけてみようか。このドットのペンもキャンドゥで買いました。待って、かわいすぎるんですけど。あ、めっちゃめっちゃ斜めった列が。間違えた時ってどういうので拭き取るというかしたらいいのかな。エタノールまだ持ってなくて、エタノールとかで拭く感じで、ですよね多分。かわいすぎる。じゃじゃーん、こんな感じ。え、かわいくない。ニヤニヤが止まらない。これはさすがに天才的。かわいい、すごいかわいい。見ちゃう、これは確実に。取れませんように。ちなみに私はこのネイルはピンタレストで見つけたんですけど、もうね、かわいいのがありすぎてね、保存祭り。次やりたいやつとかもまだまだ
いっぱいあるんですけど、初心者の私でもできそうかなみたいなやつを今回選んでこれにしたんですけど、もっとスキルを磨いていろんなのに挑戦していきたいかも。じゃーん、ということでこんな感じでドットゾーンは終了いたしました。めっちゃいい感じ、かわいい。ちょっと集合体恐怖症の方は閲覧注意かもしれませんが、すごいかわいくできました。嬉しい。よし、そしたら次はいよいよ I love me を書いていこうと思うんですが、どうしよう。文字から書いた方がいいよね。でもラハルトたまになっちゃうよな、まあ、大体でちょっととりあえず書いてみます。汚いのも汚いので、まあ、それがまた可愛いみたいな感じでなることを祈ってちょっと書いていきたいんですけど、私細い筆を持っていないので、さっきのドットのやつでちょっと一回書いてみようと思います。お、書けるかも。意外と書けるかもしれない。こんな感じで、ハートが来て、ちょっとちっちゃかったかな。ちょっともうちょい大きくしよう。終わりがようやく見えてきた気がする。こんぐらいかな。こんな感じで今愛かけました。先にちょっと硬化しよう。この硬化入れる瞬間めっちゃドキッとしないですか。やっぱここでさ、硬化しちゃったらもう取り返しつかないから、ちょっとドキッとするんですけど、意を決して。じゃあミーも書いていきます。真剣になっちゃう。なんか太くなっちゃうな。もう一番細い筆でやってみようかな。やっとなんかまあ納得いく感じで書けました。硬化する、硬化する。ああ、めっちゃ神経使った一番神経使ったかもしれない、文字書くのが。これであとはハートのパーツをつけるだけです。ああ、ようやく完成。もうめちゃくちゃ時間かかってる。8時間、それなんか7時間半ぐらいかな、かかってる。のせる位置にベースジェルを塗って、で、ここにハートを乗せます。こんな感じかな。これで硬化します。よし、これでもう OK かな。これでトップコート、トップジェル塗って硬化して完成です。いよいよ。あー、めっちゃ長かったわー、ほんと超時間かかった。なんとか無事に完成しそうです。パーツを乗せるのそんなに好きじゃないんですよ、実は。っていうのもやっぱ邪魔なんですよね。とにかく生活する上でとにかく邪魔になってくるから、本当はあんまり乗せるの好きじゃないんですけど、今回のこの音色を見た時にかわいいと思ってやっちゃうかということで、ちょっと親指だけパーツを乗せました。かわいい、いいじゃん。
最高。他も硬化していきます。ということで完成しました。じゃーん、こんな感じでございます。ちゃちゃちゃーん。想像以上に自分うまくできて嬉しいめっちゃ嬉しい。めっちゃいい感じにできた気がする。まあなんかそんなにこうね難しい技とかっていうのも使うネイルではなかったけど、でもなんか結構いろんな色使ってたりとかして、割とこう手の込んだような感じのネイルに見えたかなと思います。結局多分私は8時間ぐらいずっとやってました。ほぼ無言ほぼ無言だから、この動画がちゃんと動画として成り立ってるかがすごく心配なんですけど、プラスネイル動画を撮るのが初めてだったから、すごく至らない点ばかりだったと思うんですけれども、見てくださった方々ありがとうございます。ぜひまあ参考になったら嬉しいです。いろんなカラーでできそうだから、もっと色変えてとかやっても可愛いかなって思います。はい、ということで今回はこんな感じで初めてのネイル動画を撮ってみました。ついにジェル、セルフジェルネイルデビューをしましたので、これからネイル動画ももし好評であればちょこちょこ撮って出していければいいなと思います。はい、というわけで最後まで見てくれてありがとうございました。よかったら高評価とチャンネル登録と通知ボタンもぜひ使ってみてください。ではバイバーイ。